侍ジャパンの U12 代表は29日、松山市の坊ちゃんスタジアムで行われた第11回 BFAU12 アジア野球選手権の3位決定戦に臨み、中国に10-0で5回コールド勝ち。3位になった、中国とはオープニングラウンドの初戦で16-0と4回コールド勝ちし、この日は再戦となった。西監督、西武野手チーフ兼打撃コーチ。 1> は1回コールドで勝った相手で子供たちなりに今回も気を抜かずにと決めて臨んでいた。開幕から1週間ほどでしたが成長した姿が見られたとしっかりした気持ちで臨み勝ち切ったことを評価していた。最初のオープニングラウンドでは中国、フィリピン、インドに3勝0敗だった一方続くスーパーラウンドでは韓国に0から2。 台湾に0ス1で敗れ、決勝に進むことはできなかった。それでも西監督は、スーパーラウンドではいいゲームを2試合できた。子どもたちにとっても、印象に残る2試合になったのかなと思います。と振り返った。さらに、この短期間で彼らなりに変化もしていった。成長した姿で今後、生活と野球を続けてくれたらいいと思います。 U12 で学んで急に変わることもなかなかないでしょうが、きっかけにして今後の野球に生かしてほしいと願っていた。